ヘルメット平田つのあやみぶチャンネルでございます、ただいま岐阜県美濃加茂市鈴谷走行中で、まあ梅雨時とはいえこっちの方が涼しいですから来てました。はい、そんなわけでこれを左へ回ってね、美濃加茂の市街地へ向かいます、まあこの辺はあんな電気自動車の充電スタンドもあらへんし、まあなかなか増えてかんですけどね。なんで増えてかん、電気自動車増えてかん言うたらね、まあテスラに代表される、値段の高さかな。銭が高い、とにかく。それでね、やっぱり日産リーフとてね、40キロワットアワーで400万とか、なかなか普通の人は新車で買えまへんわ。だって美濃加茂市走行中ね、右手にね見えてきたのはアジサイです。アジサイは美濃加茂市の花でもございまして、この辺りまたアジサイ畑っていうかね、アジサイの花が結構あちこち刺されてますわ。まあしかも梅雨時に一番ピークを迎えるっていうから、なんかでもアジサイアジサイ言ってたらね、昔の歌を思い出しますな。あの人とこの橋のアジサイの花って、城之内さないのアジサイ橋ですかこんなことはさておいて、もう日産三菱の軽自動車の話でもしますか。もう軽の電気自動車がいつや、今年の秋もしくは来年の春にかけて発売見込みが立ってますんでね、もう間違いなくこのアイミーブのスペックよりもね上回ることが予想されますわ。それは当然の話ですけども、電池の技術が進歩してきて容量が倍ぐらいになるんかな、だから東芝も、SCIB スーパーチャージオンバッテリーを、容量を 2.5 倍にするって前々から言うてましたし、まあその開発とかね、工場量産目処が2021から22言われてますから、だいたい符合してますね。まああとは半導体デバースがどうなるかですけど、それはもういくらコロナ禍とはいえ、車のに使う半導体は枯れた技術の水平思考でいくんかな、それともやっぱり、事前にやっぱり発注かけてた可能性もありますけども、まあ産業用の、半導体やったらね、設備は日本国内にあるんかな、やっぱり、そう思ったら2022年春でも間違いないです。それにまあ JR 東海の H8 号か、新型ハイブリッド、まあ発電機付き電車か、言うたらノート e-power みたいなやつ、それが出るのも2022年、まあ2022年から量産言ってますから、まあそれら統合すれば納得なんですが、さて本題、その、日産三菱 KEV が出たらこのアイミーブ中古の価格どうなんでしょうですよ。見ての通りこのアイミーブ M タイプというのはたったの41馬力、力おまへん、まあ最高出力ってことだよね。だからどうしてもね、中速域から高速域、まあ60キロ以上だとねどうしてもね加速が鈍りがちなんですけども、まあこいつは流線型のボディだからまださほど影響はない感じはしますわ。いつやったかな、去年の夏やったか、高速で、岩田までぶっ飛ばした時もね、
な41馬力とは思えん走りしてましたけども、多分流線型ボディの影響やろね、うん、これがね、うん、まあ、EK ワゴンつうかデイズつうかね、ああいう白綿の、うん、ハイトワゴンだったらどうなんでしょうってね、いつも思ってますけど、まあその辺はエントリーグレードも52馬力にして、うん、パワーを確保するんでしょうね、うん、というわけで、うん、まあそんなのが、うん、200万以下で出た、まあ補助金込みで200以下やろうけど、うん、出たとしたらまあそこそこ売れて、このアイミーブ M タイプでもね、売る人出ると思いますわ。今でこそ100万前後で売れてますけどね、この車。そういう新型が出たら多分価格えらい下がるんじゃないですかね、うん、まあそれこそ需要が減っていくらや、うん、7、80どころかね、5、60万まで落ちるかもしれません。まあ来年秋から、じゃあ今年秋から来年春やろうね、それは。でダブついてきて、このアイミーブ M も乗る機会増えるんじゃないですかね、うん、ただ僕はね、FF か MR か、うん、まあ後輪駆動好きなんで正直今のところは様子見ですわ、うん、航続距離が、うん、JC08 で多分200は行ってるはずですけど、うん、JC08 で250としたらWLTC は200やろな。まあ航続距離2倍だったらね、多分アイミーベイ M の価値ボロ下がるやろな、うん、あとは電池が SCIB やったらもう完璧なライバルですわ。まあその分ね、逆にアイミーブの、ね、電気自動車の普及の壁は下がりますわ。あ、そうやってね、電気自動車がどんどん増えていったとしましょう。そうなったら次はね、集合住宅への普通充電器整備ですわ、うん、普通充電器やね、うん、つっても 200V の 3kW やったら、大概の集合住宅はね、普通に対応できるはずですよ。ただ、どうや、要はある10部屋タイプのアパートでも、うん、導入率がどんだけになるやろうですわ。まあ、1個はつけたとしても、2個、3個となるとね、電力会社との契約、普通というかね、基本料金はね、1キロワット200、じゃあ1キロワット。10アンペア260円としたら、うん、780円アップするか、3キロ上げただけで、そんだけ充電するかどうかもね、ちゃんと見極めるとね、大変ですわ。まあ、ただそうは言ってもですね、容量が20キロワットアワーやったで、うん、まあ仮に10キロワットアワー、じゃ1キロワットアワー10キロ走るとしたら、1週間に100キロ走る程度の人やったら、週1回の充電で間に合いますわ、うん、そうなったらね、まあ充電器をね、輪番制で使うことでね、まあ同時充電したいっていう確率も減るやろな、ですわ。まあどうや、集合住宅とか、ホテル旅館とかにね、EV コンセントつけると電力量と比例してねえから困るいう人もおるでしょう。まあ本当はね、軽量法とかね、電気療法なぶって、でも完全重量制にしちゃえばいいんでしょうけど、NCS 普通充電器にしたとしても通信費バカ高いですね。管理費もそう、
それ認証の機械のね値段も高いですから、うん、そこをまずクリアせんのは飽きまへんでしょ、うん、まあこれからの電気自動車ってのはやっぱり電費、うん、1キロアッターはあたり何キロ走るかが重要になってきますわ。その意味でもね、デイズ、まあルークスもですけどね、もしくは EK シリーズのね EV がどんどん出てくれてほしいですわ、まあ間違いなくメーカーも iMEV のね売り方から、予想して売ってくるんでしょうけど、もう一つはまあホンダが、NBOX とか N1 とか N シリーズをね EV 化してきた時かな、次の波は。N 版の電気自動車売れたら出たら売れるで、あれは。 N1 も N 版も NBOX なんかもおるでしょうけど、ただ重量は増えすぎたり、あとは収納力が減ったりせえへんかな、そこは心配ですわ。もう一つ考えられるのが、K の、ね、EV が売れるんやったらコンパクトカーの EV も売れるんちゃいます、例えばトヨタのヤリスでしょう、日産ノート、あと、まあ、マーチかもしれない、ひょっとしたらキューブはもちろん EV で出すでしょう、ホンダフィット EV、まあその辺が出たら多分 K の EV よりはね2,30 も上がると思いますけども、売れると思いますわ。それはなぜかと尋ねたら、まあ立体駐車、要は都会の集合住宅にありがちなね、高さ 1.55m 以下の、立体駐車場に対応するような車が欲しいんですわ、一時期そうやん、あの鈴木のワゴン R が売れた頃にね、マツダは出した初代デミオ、何やったっけ、スコッティ・ピッペンやったかな、あのバスケット選手がね、1.55m 以下で、小さく見えて大きく乗れるって CM したやつ、あれがね、ああいう車がね、都会を中心にバカ売れしたんですよ。K の欠点がもう背の高さで立体に入らんいうことで、それやったらね立体駐車に収まる、コンパクトカーの EV っていうのがね絶対重要あるはずです。まあホンダ E とかもそのコンセプト的な存在ですけども、まあコンパクトカーのスペシャリティやね、ホンダ E は、まあそういう車に設定したらそれも売れるはずですわ。まあああいうのになってくると高速距離長ないとダメですから、最低でも30キロアッターは以上乗せるでしょうけど、そうなってくりゃ一気にね EV 電気自動車はアーリーアダプターからねアーリーマジョリティ、まあ一般普及へのねキャズム、まあ、ガキを超えたってことになりますわ。雨が降ってきたな、雨強まってきたな、まあ EV はね雨降ってもね簡単には滑りにくいんですけども、本当にねガソリン車乗ってる頃よりもね雨音が本当ねよう聞こえますわ、車内が静かっていうこともあってで、昭和村とかね里山公園との合流地点ですわ、まあそれに美濃加茂インターもあるなってとこは、まあこういう一本道で電気自動車で走るっていうのもね、気持ちいいんですけど、まあエンジン車も EV もこの辺走るときはあんま関係ないですね、一本道となると。
ていうのはもうストップアンドゴーを繰り返す道の方がいい EV 向きやっていう人もいますけど、まあ低速トルク考えりゃ無理もないですね。ちょっといろいろだったと喋りましたけど、まあ今回のメインはですね、電気自動車が売り出したらこういうね古い電気自動車の価格はどうなるってことでした。まあ日産リーフの初期型はね電池に難があって、もうだいぶ淘汰されたっていうかな、初期型が好きな人ってどんだけおるんかな、あんまおらん気もするんですけど、本当にカーセンサーで見る機会ありまへん。中期型の24キロワットアワーもね、最近は見る機会少ないです。後期型の30キロワットアワーがね、今一番中古で出回ってるかな。それも100万未満で。まあ、軽である必要がないとかね、あと、ソーラー発電があってね、ピッと固定買取がね、もうすぐ設置後10年で切れるいう方はね、そのリーフをね蓄電池として買うことを考えてください、もう今日はそんなとこでいいや。以上、またお気に皆さん見てくださってありがとう。まあ参考になったって方はねグッドボタン、まあこのシリーズをねまたいろいろ見てみたいって方はね、評価ポチッ、チャンネル登録ポチッとでよろしくお願いします。じゃあ。